1月5日、松山市熊野台の松山市公設牡蠣地方卸売市場で、牡蠣の初市式と初競りが行われました。初市式は、新年最初の取引を行うにあたり、卸売市場や関係業者の繁栄を祈願し、毎年行われているものです。式では、関係者らを前に、卸売業者や買い受け人の代表挨拶などが行われ、花の消費は伸び悩んでいるが、フラワーフェスティバルなどで花に触れる機会を増やして花業界を盛り上げていきたいなどと話しました。卸売業者の繁栄といいますかですね、うちの場合は花の卸の方でしんで、花屋さん、お花屋さんの方がもう今後今年もですね、お花を各ご家庭でですね、飾っていただけれるように、ほんでまたお花屋さんを利用していただけることが私ども の、 願っていることでございます。お花の種類は大きく分けて50種類ぐらいになるんですけれども、それぞれの中にですね、新品種的なものが多数ありましてですね、例えばバラでしても出荷されている品種だけでも40品種50品種とあります。他の花に関しましても種類が大変多ございまして、その辺のところでお花屋さんらがご希望の品種を買われております。皆様のますますのご発展とご多幸をご祈念いたしまして、よありがとうございました。関係者全員で手締めを終えた後は初競りが行われ、競り人による威勢のいい掛け声が市場に飛び交っていました。参加者たちは次々と運ばれてくる色鮮やかな花々に価格をつけていきました。今年は生活に花を取り入れ、潤いのある日常を送ってみるのもいいかもしれません。